家が倒壊して住めなくなったら避難所で生活をするんですよね。赤ちゃんがいるのに避難所生活はとっても不安です。それに仕切りがなさそうだし、女性も男性も一緒の場所で着替えたりするんですかね。大丈夫です。きっと地域の防災関係の人たちがいろいろ手配してくれて、安全で快適に生活できるよう避難所の運営をしてくれるはずですよ。そうですね。そういう時のために何かマニュアルのようなものがあるんじゃないかしら。ちょっと待ってください。それは間違ってますよ。防災協議会のメンバーもちろん中心的に活動しますが、避難所の運営は避難する人全員が行うんですよ。熊本地震の被災地でも災害支援ナースとして活躍された椿市長に実際の避難所について伺いました。僕は、南阿蘇村の、中学校の体育館の方に、避難所生活の皆さんを支援させてもらいに行きました。で、生活そのものは、体育館ですので床ですごく冷たくて、夜寝るときは寝袋がないと困るぐらいの寒さでした。トイレとか行くのも何十メートルっていうところを歩かなければならなくて、トイレを我慢したりとか、女性の若い女性の人たちは着替える場所もなかったので、小さな更衣室みたいなちょっとしたものを、作っていて、その中で、着替えたりしてました。それから各家族のところにはパーテーション区切りがなかったので、実際すぐ横を見れば違う家族がいるっていうような生活の中に、支援させてもらいました。で、食事とかは、届いていたんですけども、賞味期限が切れそうなおにぎりとか、もしくは切れちゃったものとかがたくさんあるような感じに、ノロウイルスとか、食中毒とかそういったものが出ないような形で、そういうのを点検しながら、看護させていただいた。ごくごく普通に生活するのがどんなに幸せなのかっていうのがこう感じるような、本当に被災するとみんなで助け合って、家族がこう一つになっていってやっていかないと、ああいうところで切り抜けていくっていうのは難しいのかなと思いました。とにかく被災したら避難所で生活することになるんですよね。区民避難所とは、災害による家屋の倒壊や焼失などで被害を受けた区民の一時的な生活場所としての機能と、避難者のほか自宅で生活を続けている在宅避難者への物資の供給や災害情報などの発信を行う防災拠点としての機能があります。被災後の避難所における生活は命をつなぐことが最優先となり、快適さは二の次です。例えば上水道が止まった場合、避難所では使える水の量が限られるため、普段のような洗面や洗濯が難しくなります。たくさんの人が避難所へ集まることで、備蓄物資も当然分け合うことが必要になります。また集団生活の場では感染症が広がる恐れがあるため、衛生管理が非常に重要です。避難所の生活スペースでは土足厳禁を徹底するなどの対策が必要となります。被災者同士が肩を寄せ合う避難所では、ルールやマナーを守ること、そして避難所を運営するための仕事はみんなで協力して行うことが重要です。赤ちゃんがいるのに避難所生活はとっても不安です。また近年発生した震災の教訓から、女性や子育て世帯の目線でプライバシーを守る環境づくりの必要性が叫ばれています。東日本大震災の女性被災者の声として、生活空間に仕切りがなく着替えなどのプライバシーが守れなかった、授乳室がなくとても辛かった、避難で母乳が止まりミルクをあげようにも哺乳瓶もお湯もなく困ったなどがありました。港区では
それらの対策として避難所で使用する仕切りや女性専用のトイレなどの備蓄のほか、男女平等参画に関する内容や女性の問題などに対する相談窓口を開設し対応します。災害時には特に妊産婦を含めた女性を考慮した避難所の環境づくりが必要です。避難所では全員が役割を持ち協力し合って運営に当たりましょう。